ありがとう。またアーカイブですか、アクエリアスタカさん。もちろんアーカイブ見てました、昨日の。また朝5時に寝たの、しげさん4時でしたあんま変わらんやないかいって感じやけど、昨日は4時に寝てって感じかな。そのやっぱリーダー公演のアーカイブ配信は絶対その日のうちに見たいなと思って見ました。みんなすごいあの感想とかをね、あのツイッターはもちろんやけど DM とかあのブログのコメントにも書いてくださってめちゃめちゃ嬉しかった。エンジンからかっこよかったね、 G ボーイさんありがとうございます、嬉しい。いやでも昨日もオレンジ見えて嬉しかったです。劇場来てくれた方もありがとうございました。アーカイブまだ見てないごっちんさん、あでもね来てくれてたもんね、来てくれてたもんね。劇場のデグマッチョって書いたのなんか言われた、琴葉さん。昨日配信中にユイナからバレ、ユイナにバレたけど逆になんかありがとうって言われて謎でしたこんばんは、ななかちゃんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、すいませんリーダー公演まだ見てません。たくちゃん見てください、ぜひぜひぜひ。ホームページの写真更新されてね、可愛かったよ、ソルトさんありがとう。そうなんですよ、なんか今回はなんか何気に自分の中でもいい感じやんって、漏れてるやんって思ったから、ツイッターとインスタグラムのプロフィール画像にもしました。どう？アンコールの青ヒョウ柄の感動しました、ホリーさん。あ衣装でも何気にあれってあれですよね、新選組公演で来ましたね、みんな全然覚えてなかったんけどビギナーで昨日公演前に、いつも衣装を久々に着るものとかってフィッティングをね一応するんですよ、ちゃんと着れるかどうかとか一応フィッティングするから、昨日もしないとあかんかなと思って、青ひょう衣装さんに、あこれフィッティングした方がいいですよねって聞いたら、いやこの間着たんで大丈夫ですって言われて、えこの間何で着たって思ったら、新選組の、まあ社員と一番隊のねビギナーで着たって言われて、あ確かにと思って、全然忘れてて、みんなそれでハテナになってた、なんで何できたっけってみんななってた。めちゃくちゃ漏れとったけんかなた、えそうやんな、そうやんなって自分で言って、今回ねなんか今までほんまに宣材写真えもう漏れなさすぎてというか、まあもともとねちょっと自分がちょっと太ってたのもあるんですけど、うんって感じやってんけど、今回はいい感じで嬉しいです。水色に合ってるし、ほんまに漏れてる、かわいいなちゅちゃん、嬉しい、ありがとう。なんか女の子からもねそう言ってもらえると嬉しいね、やっぱありがとうございます。新衣装めちゃくちゃ可愛かったね、新衣装3パターンあって、なんかでも結構あれなんですね、ジャケットは違うとかね、いろいろ組み合わせも違ったりするんですね、すごい。こんばんは、中村さんこんばんは、ありがとうございます。忘れてた、え忘れてたよな、そうはるかもめっちゃ忘れててさ、せやねん。昨日見送り会最後尾でした、公演楽しかったです、ありがとうございました。よいちさんありがとうございます、嬉しかったです、最後までいっぱい手振ってくださってありがとうございます。たくさんの服着るからそんなこともあるんや、風船うさぎさん、そう忘れちゃってました毎度味方町こんばんは、
ありがとうございます。11周年発表会の最後のはるちゃんのコメント、グレートだったふうにゃさん、グレートでした。そう、なんかこれははるかが最後じゃないから綺麗に締めずに流れに乗った方がいいかなって思って、英語でなんとかなんとかいけました。あのスカートは可愛い、ひでさん、ね、足目のなんかすごいおしゃれですよね。はるかあのタイプめっちゃ好き、一番好きかもしれない。新書めっちゃ可愛くて、はるちゃんめちゃくちゃ似合ってた。なあちゃさんありがとうございます、嬉しい。足目のスカート可愛い。シムさん可愛いよね、すごいおしゃれ。そう、ミュージックボイスのインタビュー取材めっちゃ楽しみ。ヤンさん、うん、ありがとうございます。さっきねツイートさせてもらったやつですね。ぜひ皆さん楽しみに待っててください。そう、近況報告とか、最近ねあった活動の中での近況報告だったり、11周年ライブのこととか、あとはちょっと遡って10周年ライブのなんか思い出とかもケイトちゃんと一緒に話したりしたので、ぜひ。遅れたこんばんまる、リーダー公演も記念配信も見たよ。リサちゃんありがとう、全然今始まったばっかり、ありがとう。グレート来そうな気してた、すごいなそれ。めっちゃはるかなんかそういう感じの言葉ないかなってめっちゃ頭ぐるぐる働かせて出たのがグレートやった、すごい。一心伝心ってことその辺が分かるようになったのが成長。いやいや、合ってんのか、でも未だに分からん、未だになんかこれでいいのかって難しい。とっさによく出てきたね。いやね、もっとなんか面白いのあったんかもしれんとか思うけど、どうなんだろう難しい笑いってはるちゃんのスタイルの良さ際立ってた。新衣装めっちゃ可愛い。まゆかちゃん、あ、ありがとう、嬉しい。 DM もいっぱいくれてありがとう。ライブが楽しみすぎる、やっさんね。ライブしかも全員センターがね、全員センターん、全メンバーがセンター曲あるらしいもんね。楽しみ。お見送り会で気づいてくれた、あー気づきました、嬉しかったです。はるかも、中小原さん、そういつもねショールーム来てくださるからやっと会えたと思って嬉しかったです、ありがとう。はるちゃんのセンター曲何になるか楽しみ。え、それな、なんやろ、どっちやと思いますか、かっこいい系かかわいい系か、なんだと思う。だんだんコメント力もアップしてきたね、ライチッチさん。いやでもほんまにね、それはね最近ありがたいことに喋る機会をいただくことが増えつつあるからですね。本当に経験って大事やなって改めて最近思います。この間も取材の時に台本とかなく、その場でもう本当にパッと聞かれたことに対してパッと答えさせてもらったんですけど、前までやったらこう考えてなんかこう無言の時間とかあったのに、それがパッとやっぱ出てくるようになったのは最近ライブとかで、なんかまあ規制代表で喋らせてもらったりとか、リーダーとして喋らせてもらったりとか、なんかそういう機会が増えたからやなって思うな。みんな書いてくれて、かっこいい系かな、ダンス系、ダンスかっこいい系を着たい。お色系系、マジ、あえてかわいい系着たね。どっちなんやろ、なんかね意外とどっちもなんやろ、
好きなんですよ。好きっていうかやりやすい、なんか可愛い系も顔的にはなんかすごいなんて言ったらいいんやろ、のっぺりのっぺりっていうかふわっとなんかね眠そうな顔してるんで眠そうな顔してるから、なんか別にこうふわふわな可愛い系もできなくはないんですよ多分。でもなんかこう踊りとかなんかこう表情をいろいろ見せるの好きやから、かっこいい系とかも好きやし、意外となんか予想つかないなと思って。どっちもいけるよねって書いてくれてる、優しい。そう、眠そうな笑、そう眠そうな顔してるんですよいつも。そう、ソロでバラードなんかもあり、あんまりね、でもね歌はねちょっとねあんまり自分の歌は上手いと思ったことなくて、本当に歌メンバーじゃないのになっていつも思いながらやってて、だからねちょっと歌はあんまりかな。癒し系のお顔って書いてくれて嬉しい。眠そうな顔じゃなくてすごいいいように言ってくれて口写しも見てみたい。うわー、口写しとかやってみたいね。そういう系も好きです。一番隊のジレンマ良かったけどな。バラマツさんありがとうございます。でも自分ではここかって思いながらなんか消去法やったかなとか思いながらやってました。なんか 声が大きいというか出るのと通るのと上手いのはやっぱ違うなって思うんですよね。だからあんまり歌めにしてほしくはない夢のデッドボディ、うわーかっこいいね、いいね。あれはでもなんか違う感じの歌でいいですね、強い感じ。あ、バラードが苦手なんかも、なんかちょっと強い声張る系は好きですね。そういういいですね。なんかでもなんやろ、やったことない曲がいいかな。やったことない曲をやってみたいですね。はるちゃんの手間でも見たいんですね。あー手間でもやりたい、めっちゃ好きはるかも、やりたい、めちゃめちゃやりたいです。わいも新しいはるちゃんに出会いたい、むらっちね。そう、新しいねはるかをねお見せできたら嬉しいですけどね。始まりの雪苦手意識あった、え、ずっとね先生からね注意されてたんですよね始まりの雪最近なんか歌い方変わって良くなったとは言われるようになったんですけど、道頓堀とかで始まりの雪歌ってた時はもうずっと言われ続けてて、なんか子供っぽい歌い方とか、なんかこうもう遥か出しすぎてみたいな、曲調に合ってないとかよく言われてて、確かにそうよなって思いながら、ママにもずっと言われてて、ママ歌うまいんですよ、なんでその血を受け継がなかったのかって思うぐらいうまくてそうなんですよね。ジュゴンはジュゴン懐かしい、 B2 さんでやりましたね公演で遠藤
ドロール史上はるちゃんの歌声一番強い、ナンバラルソン。本当ですか、うん、ありがとうございます。体力のない中こんばんは、ひなちゃん、こんばんは、ありがとうございます。やっぱりツンデレでしょ。あー、ツンデレもいいね、好き。ツンデレいいですね。ママさん何でもできるね、マッサン。いや、ほんまにママはね、マジで器用、すごいんです。夢でキスミはいかがでしょう、ガッシュベルさん急にソロいやでも夢でキスミ可愛いよね、一回なんか歌ってみたいと思います。可愛い。はるちゃんこんばんは、遅れちゃった。あ、わっかんさん今日もありがとうございます、こんばんは。コスビーさんもこんばんは、やっちゃんもこんばんは、ありがとうございます。まあ楽しみですね、そこも楽しみの一つですね。皆さんが挙げていただいてるのみんな見たくなる、若本さんね、いつか全部制覇できたらいいんですけどそんなことはちょっと難しいか。うわ、焼けぼっくいもいいな、めっちゃ好きです、それはしたいかもやったことある曲やけど、それはしたいかも。楽しみハロウィン仕様になってる部屋、モフ兄さん、そうなんですよ。もっとね、でも反対側の背景の方がなってんねんけどな、ちょっとまた反対側でしますね。でもやっぱり昨日の最初エンジン、はるちゃんの声で見てる方も気合入りました、ボストン。嬉しい、ありがとうございますね。はるかの生誕ティーも来てくださっててありがとうございます。見えてたよ。命のへそはバタイさん、わーいいね、命のへそ。 N プラの曲いいな命のへそも、ショーファイトもめっちゃ好きなんですよ。ショーファイト、N曲いいですねもはや N プラやろって。確かに N プラ最高やったな、めっちゃセトリも好きやった。いいですね。あ、スレイブも、スレイブ大好き。いまだにだって移動中聞くもん。スレイブ。はるちゃんの汚れてる真実をみたいな。あー、汚れてる真実。でも、この間、次世代で2番手でさせてもらいました。まさかの、コジリンさんとのダブルセンターで。こんばんは、レオンさんこんばんは、ありがとうございます。 N プライよな、はるちゃんのショーファイトは神なんよ。嬉しい、嬉しいね。スクラップ&ビルド、またね、確かに覚えてますよ。もうやったことないポジションかもしれないから、逆に振り起こしから始めなあかんかもしれんけど。こんばんは、ハッシーさんこんばんは、マチャさんもありがとうございます、こんばんは。ね、楽しみ楽しみ。
こんばんは、ひでおさん、初見さん、ありがとうございます。嬉しい、なんで来てくれたんですか、ありがとうございます。こんばんは。すごい、秋やからトンボ飛んでる。ギフト、こんばんは。まさやんさん、こんばんは、ありがとうございます。スクラップ&ビルドが瀬戸になかったらどうしよう。絶対ないやろ。ありますよ絶対。テーマがスクラップ&ビルドやろ。だってこんばんは。愛蔵さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ライトニングさん、こんばんは、いっぱいこんばんは、ありがとうございます。前髪伸びたかな、ちょっと。でもね、最近公園でね、デコ出しをするからね、前髪どうしようってなる。伸ばしはしやんけど、ある程度ちょっと長い方がいいんかなとか思ったり。こんばんは。いぐっちさん、こんばんは、ありがとうございます。アンドゥさんも、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとテロップ、今さらやけど、ハッシュタグって出るか、ハッシュタグ、何グラ、これでいっか。こんばんは、A 決めた、チキンナンバさん、今からです、今からしようと思ってます。ちょっとね、あれなんですよ。あ、内緒哲学見ましたって書いてくれてる、ひどさん、ありがとうございます。嬉しい、わざわざコメントに書いてくださってありがとうございます。口紅がいい色ですね。嬉しい。今日は久々に違う色使ったの。12日劇場行くね、清文さん、わーやった。なんか何気に12日ね、当たったよって報告くださってる方が何気に多くてびっくり。嬉しいですね。移動の電車の中で見ております、フレンドちゃん、わーありがとう、気をつけてね。ありがとうございます。はるちゃんが考えながらお絵かきしてるの想像するとか、めちゃめちゃ考えましたよ。でも今回は何気にはるかのレベルですよ、はるかのレベル的にはうまく描けたんじゃないかなって思います。昨日のはるちゃんの余韻にどっぷり使ってます、中西さん、嬉しい、ありがとうございます。はるかもでも何回もアーカイブ見ました。特に昨日は歯が自分的にはいいやんってなった。アンコール1曲目の歯がなんか、おお、自分でもなんかおおってなった。自分の表情、なんか思い描いてた歯の見せ方を大体できてて嬉しかったですね。歯最高でしたって、わあ嬉しい、やったー。見てないけど良さそうな気がする。見て見てよ、約束な。わ、めっちゃ歯良かったって書いてくれてる、嬉しい。はるちゃんが満足できてるのが嬉しい。いやもうほんまにね、みんながね、前にはるかが自信ない時があるんですって言った時に、
送ってくれたおかげです。本当に自信持ち直せてありがとう。本当に母はねめちゃめちゃ自分でも良かったんじゃないかなってちょっと思いましたなかなかする機会ないしな、一回にどれだけこう自分が思い描いたものを出せるかなって思ってたので納得のいく出来になったと思います。歯は鳥肌もんでした。嬉しい、嬉しすぎる。アーカイブで見たけど途中経過の出だしのはるちゃんの声は癒しやわ。のあじじさんありがとうございますね。みんな言ってくださっていつもありがとう。歯も気合い入ってたね。そうですね、なんかウインクが今もアンコール一発目でやってる分負けないぞっていう気持ちでやりました。なんかこう結構さ顔こうさなんかこう動かす振り多いじゃないですか、上下とか。なんかだからこそ髪の毛までもがを踊るパフォーマンスが好きってしたいって言ってるはるかだからこそそこを誰よりもできなきゃおかしいやろうと思ってめっちゃ頑張ったはるちゃんこんばんは。ひえちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。感想伝えすぎて長文になりがち。いやーそれが嬉しいんですよ本当に。なんかあそんなにはるかのことちゃんと見てくれてるんやとか、なんかそんなとこまで見てくれてるんだとか、こう思ってくれたんだとか、みんなのことをねやっぱ知れるのはすごい嬉しい。サダのプロを感じた、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、エビスさん、こんばんは。お、10時過ぎた。じゃあそろそろナングラ決めたいと思います。でちなみにナングラのその絵は2つ考えてきたんですよ。なんかなんだっけお題をお題知らずに書いてんのもちょっとどうなんて感じなんですけど、しだら柳を大切に歌ってくれてて嬉しかった、よしよしさん。あ、ツイートにも書いてくださっててありがとうございます。わざわざ、いやミルさんみたいになれるように頑張りますそう、なんだっけな、なんかねマスコットキャラクター NMB のマスコットキャラクターを考えるみたいな感じなんですよ確か。そうそうですよね、マスコットキャラクターですよね。そう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 、そうなの、それを考えてきたんですよ。ではるかはもうはるかのキャパ的にもう2個しか思いつかなくて2つしか思い浮かばなかったんですね、はるかの頭のキャパシティ的に。そうなので2個書いてきたので、その2つの中からみんなに後でちょっと投票機能を使ってどっちがいいのかっていうのをみんなに決めていただければなと思います。今回景品なんだっけ、全然覚えてない、なんなんやろ、なんかなんだろうなんだろうね、全然わかんない、わかんないです。まあでもね頑張って考えたのよ。
もう3位この間ね第2位いただいたので、まあでもそれはもう完全にファンの方のおかげなんですけど、ほんまに 100% 完全に皆さんのおかげやったんですけど、まあね、それでね、まあ、2位をいただいたので今回もちょっと第3位までの中に入りたいなと思って、やっぱちょっと負けず嫌いがまた出ちゃってそうなのでめっちゃ頑張って、ね、考えたんですよ。今回ちょっとさ、お笑い要素じゃないやん、なんかちょっと違うじゃないですか。だから今回はちょっとこれははるかにでも頑張ったらできるんじゃないかなって思ったのでちょっと頑張りました。負けず嫌い、そう負けず嫌いなんですよ。こう見えて顔に似合わず眠そうな、何も考えてなさそうな顔して負けず嫌いなのでそうそうなの、そうなので今回はめちゃめちゃ考えて書きました。ではでは早速、まあ、先に言うと、考えてた時になんかこう NMB のイメージのまま行こうかなって思って、なんかひょうの何かとか、なんかまあ大阪名物のたこ焼きとか、なんかそういう系にしようかなって思った部分もあったんですけど、ちょっとありきたりすぎるなと思って、なんかありきたりすぎたらちょっと面白くないなと思って、ちょっとそっからは遠のきました。遠のきました、やめてみましたなんて言ったらいいやろ、日本語むずいな、語彙力、はい、なのでそっち系じゃないんですよね今回は。じゃあまず一つ目、あ待って、これじゃあ 1って書いとこう、ちゃんと一つ目、待ってね待ってね、あとで投票しやすいように1と2って書いておきます。はい、ではまず一つ目のキャラクターはこちらです。じゃーん見えますか、これは、まあ、人物っちゃ人物なんですけど、プリフアのプリフアのイメージです。あのちっちゃい女の子、かわいいかわいい女の子じゃない、ちっちゃい女の子がね結構通る道であるプリフアのイメージで考えました。え、今回なんとか書けてません？なんとか頑張ったのよ、めっちゃ、そうめっちゃ頑張ったんです。そう日曜日の朝やってる、そうそれです。そうなんか最初仮面夫婦にしようかなって思ってんけど、やっぱね NMB は女の子グループなのでちょっとプリフアにしました、イメージね、まあ、NMBs っていうちょっと、まあ、普通にあれなんですけど、ちゃんとねちょっと、まあ、今はねグループ制じゃないチーム制ではないんですけど、 NMB2 の、ね、ちょっとこう髪飾りが NMB2 になってて、ちゃんとね目の色までもねちょっとチームカラーにしてみたんですよ。そうだからなんかねこのプリフのイメージなのでなんかこうねナンバー、まあナンバーのこうねなんて言うんですかね、なんかまあ平和を守るじゃないですけど、 NMB の平和を守るじゃないですけど、ファンの皆さんとかもねなんかそういう感じのキャラクターかなーって思いながら書きました。予想外にうまい、マジ？おお、ちょっと画力上がった？そ
そう、ちょっと頑張ってみました。そう、こんな感じですね。はい、まず一つ目がこちら。ちなみに髪型は遥が好きな髪型にしました。3つ。もうちょっとなんかプリキュアっぽくない？それぞれ。そう、髪色もみんな違う。そう、髪色はね、まあ、やっぱいろんな色あった方がいいかなと思って やりました。ママさんの手助けはやっぱ今回ゼロです。マジで今回マジで、ママが本当にお出かけ中に書いたのでガチ一人です。今回マジで誰の手も借りずに、そう書きました。プリキュアって言っちゃってる。もう言っちゃおう。じゃプリキュアです。諦め。はい、まず一つ目ね、この3人組の女の子です。はい、いいですか。一つ目ね、これ、はい、で続いて2つ目、これはちょっともうさっきねコメントにもあったんですけど、ちょっとねやっぱはるかはうさしのね要素をねやっぱちょっと入れたいわけですよ。もう親バカなんですけど、やっぱ可愛いね愛犬うさしの要素をやっぱ NMB にもちょっと入れたいなって思って、ちょっとねそこから考えたものなんですけど、2つ目、これでもちょっとね名前までね気に入っちゃってて自分の中で。そう、あ、分かってくれる。そう、うさしねやっぱ必要な要素じゃないですか。そう、うさしみんな大好きじゃないですか。言わせてる感。そう、なのでちょっとまあちょっと見てください、これです。じゃーん、かわいくない？ナンバーワンワンズです。ナンバーワンワンズ、え、かわいくない？どう？3匹、これまたねちょっと3匹いるんですけど、犬がねよくしてるこう首輪とかあるじゃないですか。その首輪がね NMB になってるんですよ。そう、え、かわいい？やったー、嬉しい。そうで、今回のこのナンバーワングランプリじゃないですか、企画の名前自体がナンバーワングランプリって言ってるし、まあナンバーは NMB ではねちょっと入れたいなと思ったので、ちょっと今回は名前までにもナンバーって入れて、ちょっとひらがな、ナンバーだけ、ナンバーだけじゃない、ナンバーがひらがななのがちょっとはるかのこだわりポイントで、ワンワンズのワンはちゃんとナンバーワンの位置を強調してワンカタカナにして、まあ、ワンワンズは可愛くひらがなにしました。はい、こんな感じです。三体格っていうアイデアがよく決まる。本当？そう、なんかね、なんか、まあ、一匹とかでもよかったんかもしれんけど、やっぱはるか的には NMB ってなんかこうマークをね入れたかったんですよ。でまあ一つのキャラクターにポンってもう NMB って 3つ入れてしまうものも考えたんやけど、なんかそれぞれにあった方が可愛いかなと思って、ちょっと今回はねどちらとも3人3匹っていう感じにしました。可愛くない？うさしからヒントを得て2つ目は書きました。まあ、キャラクターって言うとマスコットキャラクターって言うとこっちのイメージなのかなと思うんですけれども、まあこんな感じになってます。そう、もうねはるかのキャパ、頭のキャパではこれしか思い浮かばなかったし、画力的にもちょっともうここまでしかいかなかったです。はい、こんな感じ。はい、このような仕上がりになりました。
嬉しい。どっちもいい？ほんま？嬉しいです。そう、どっちもこんな感じなんですけど、頑張ったって書いてくれてる。キュッピーマートスリーさん、ありがとうございます。なので、じゃあどうしよう。悩む方いるかな？10秒投票いきますか。じゃあみんなちゃんと見ますか。まずじゃあ一つ目、1がこれね、 NMBs。 1つ目、1がこれで、2がこれ、ナンバーワンワンズ、ナンバーワンワンズです。はい、ではでは、皆さん準備はいいですか？準備はよろしいですか？これどうやって投票するんだっけ。あ、これだ。では皆さんいきますよ。はい、1が NMBs、 2がナンバーワンワンズ、8 7 6 5 4 3 2 1、終了。勝ち。わっ、すごーい、 93.5% でナンバーワンワンズに決定しました。すごい。ほぼもう、もはやほぼ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 というか圧倒的ね。ありがとうございます、投票。ではでは、はい、この2番のナンバーワンワンズで決定したいと思います。皆さんありがとうございます。よかった、第2回もちゃんと回答期日までに決まって。ありがとうございます。ネーミングセンスもバッチリすぎた。ゆりりんさん、嬉しい、ありがとう。そう、なんかあんまこういうのってほんまに絵心なさすぎて思い浮かばないんですよ、いつも。でもなんか今日はね、舞い降りてきた。うさし見て、やっぱうさしよなってなって。やっぱうさしよなってどういうことって感じやけど、そう、やっぱうさしよなってなって、これが思い浮かびました。じゃあこれで提出したいと思います。ありがとうございます。かわいい。かわいい。これ優勝狙えるんじゃない？優勝したいですね。何時間かかったの？時間とか見てないけど、でもほぼほぼ今日一日これにずっと時間使ってた。でも5時間ぐらいかな。めっちゃかかってるやんって話よね。そう、ポスターにして会社に飾りたい。それは嬉しいな、それは嬉しいですね。じゃあちょっとこれで後でツイートします。本当に本当に皆さんありがとうございます。みんなのおかげでまた今回も回答することができました。ありがとうございます。グッズ化希望、確かにグッズあったらいいですね。それでは頑張った成果で取る、ほんま嬉しい。今日頑張った甲斐がありました。マジで飾りますよって、マジ、ほんま、全然もうこんな絵でよければもうみんなに送ります、送りますとか言って。ね、スクショ幸せ。あ、でもこれ後であのツイッターに載せますよ、写真撮って。本当にありがとうございます。何でもすごいの、はるちゃん、ひろぞうさん、いや全然よ本当に。マジでね、
できないこともいっぱいありますよ。できないことの方が多いですね。はるか不器用、不器用なんですよね。お料理とかお料理とかお料理とかお勉強とかね。そう、ではちょっと今日はちょっと早いんですけど、はるかブログがねちょっとまだ途中までしか書けてないので、今日はちょっとここで終わりたいと思います。ごめんね、ちょっと今日は短くて申し訳ないです。ちょっとこのイラストに時間かけすぎてちょっとまだブログ書き終えてなくてごめんなさい、申し訳ない。また配信ゆっくりするんで。絵心あるメンバーと誰がいたっけ。れいこちゃんめっちゃうまいですね。絵心やばある、ごめんね。それではいつものやついきます。じゃん、1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということで、今日も言葉のプレゼントをさせていただきます。はいではでは、みんな優しい、ありがとうございます。本当に優しい。ではランキングを読ませてもらいます。いきます。13位大ちゃん、ありがとうございます。12位ボスさん、ありがとうございます。11位ヒデさん、ありがとうございます。10位ヤークリさん、ありがとうございます。9位ムラッチ、ありがとうございます。8位イグッチさん、ありがとうございます。7位ガッシュベルさん、ありがとうございます。6位味方町、ありがとうございます。5位ヤスさん、ありがとうございます。4位中小原さん、ありがとうございます。3位シムさん、ありがとうございます。2位ヒロゾウさん、ありがとうございます。そして1位がトクちゃんです、ありがとうございます。ということで早速ラッキーさんいきます。今日のラッキーさんはこの方、じゃーん、お11位ヒデさんいますか。見えてなかった、ヒデさんいるかな。としくんさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんはあ、いた、おめでとうございます。あ倒れちゃった、ちょっと待ってね。ワイも早く博多に行きたい、おもろいせやな博多はい、ということで今日のラッキーさんはひでさんです、ありがとうございます。はい、ではではひでさん何番がいいですか。こんばんは、まさよい人さん、さまよい人さんか逆で読んじゃった、ごめんなさいこんばんはナンバーにしますか。1番、おけまるです。1番でいきましょう。ではではいきますよ、いきます。なあなあヒデさん、なして今日冷たかと。二人っきりなんやけん、もっとこっちに来んしゃい。はい、ありがとうございます、おめでとうございました。ほい、そして今日の1位はトクちゃんです、ありがとうございます。ちょっとごめん、今日なんか字ちっちゃいかもしれんごめんなさい、なんか字ちっちゃくなっちゃった許してください。ではでは何番がいいですか。
こんばんは、トミーマカバインさん、こんばんは、ありがとうございます。お任せ、了解です。ミイキさんみたいって。確かにミイキさん。おもろい。ではどうしようかな。じゃあこれにしようかな。いきます。最近あんま言ってないか。いきますよ。はい、いきます。とくちゃん、なんかしけと。だってとくちゃん、はるかのこといっちょ見てくれんのやもん。はい、ありがとうございます。3番にしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、今日スペシャルギフトをくださったつよぽんさん、パパなきさん、ゆりりんさん、なあちゃさん、とくちゃん、ソルトさん、キロゾーさん、シムさん、ヤスさん、ダイちゃん、味方町、イグッチさん。待って、もう頭ちょっと働いてなさすぎて誰読んだか読んでないか分かんなくなっちゃった。バタヤンさん、ガッシュベルさん、中小原さん、リサちゃん、ムラッチ、ヤークリさん、ヤブちゃん、ボスさん、サカさん、ホリーさん、ナリユキさん、かな、呼ばれてないって方いますか。なんかちょっとごめんなさい、頭がちょっと今日ほんまに家で絵描く以外ぼーっとしすぎてて、頭回ってなさすぎてちょっと誰読んだか読んでないか分かんなくなっちゃった。呼ばれてないって方いますか。大丈夫かな。大丈夫ですか。ありがとうございます。今頃大丈夫。ああありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。それではブログの時間なので、ブログにを書いていきたいと思います。みんな本当に今日はナングラを決めていただいて本当にありがとうございました。助かりました、本当にありがとうございます。ではでは、また配信もするので、その時はよかったら来てください。本当にありがとうございました。またね、おやすみなさーい。